ゆるゆる調査オンライン。はい、こんにちは。今回はですね、低価格のディストーションペダルの中から、お買い得なおすすめモデルを探せというテーマで、お送りしたいと思います。新品の販売価格1万円以下のモデル5機種を集めてサウンドチェックしてみますよ。まずはこちら、レボルの、ディストーションペダルなんですが、これがね、一番今回のモデルの中でも価格が、安いモデルになっております。ですがこれはもうね、めちゃくちゃ歪みます。もうお腹いっぱい、ごちそうさまっていうぐらい歪みますので、音を聞いてみてください。いかがでしたでしょうか。レボル、シャーシャー言ってましたね。なかなかあそこまで歪むディストーションも珍しいんじゃないかなと思います。続いてはこちら、マイティサウンド。これはですね、この後、音を聞いてもらえば分かるんですが、価格2番目に安い、4000円弱ぐらいですかね、にもかかわらずなかなか上質なペダルですよ。では早速サウンドを聞いてみてください。マイティサウンドいかがでしたでしょうか。LED が赤の時がですね、クランチモードなんですけども、その時の音が、かなり良かったというか、あの値段であの値段というのは素晴らしいなと思いました。続いてはこちら、エフェクツベーカリー、かわいい。これなんですが、実は今回弾いた中で結構異色なペダルという感じがしました。まずは音を聞いてみてください。
エフェクツベーカリーいかがでしたでしょうか。聞いてみていただくと分かったと思うんですけれども、結構ですねオーバードライブ的な粘り腰があってですねピッキングニュアンスが非常に出るんですね。そこが他のディストーションと随分なんか趣が違うなというふうに感じました。続いてはこちらムアーですね。こちらのサウンドを聞いてみてください。タイムはいかがでしたでしょうか。まあこれ価格6000円台なんですけれども、まあ、6000円台のペダルに使う言葉としていいのかどうかわからないですけども、スムーズで上質というかですね、なかなかいいペダルだなという印象を私は持ちました。そして最後がですねこちら、TC エレクトロニック、こちらの音を聞いてみてください。PC の音はいかがでしたでしょうか。今回のモデルの中で一番お値段が高い、ペダルだったんですけれども、高いだけあるなというか、いい音してましたよね。私も思わず普段やらないタッピングのフレーズとかを弾いてしまうぐらいですね、気持ちよかったです。
TC って昔はこう高級路線の、ブランドだったと思うんですけれども、今は、低価格の製品出してるんですね。でもそこはさすが、TC の名前がついてるだけあるなというのが私の印象です。で、5機種聞いてみて、じゃあ実際どれがおすすめかというと、まずディストーションペダルを持ってない人に関しては、これか、これか、この3つがですね、非常に、使いやすいディストーションという印象でしたので、この中から選ぶのがいいのかなと。で、予算が決まってるという人であれば、その3機種の中で一番安いこれ、マイティーサウンドですね。これが、一押しという形になりますが、ディストーションペダル実は持ってるんだよねという人にはですね、ぜひこちらのオーバードライブ的なニュアンスを持ったこれか、あるいはですね、もはやちょっと色物に近いこちらを買ってみるというのも面白いんじゃないかなと思いました。それでは今回のゆるゆる調査オンラインはここまで。また次回もお楽しみに。ありがとうございました。